ジョイタはアメリカ合衆国の商船。1955年10月に南太平洋上で遭難し、乗員乗客合わせて25人が失踪した。後に船体自体は一部浸水しながらも、傾きながら漂流しているのが発見されたが、発見時には誰も乗船していなかった。発見時、船は非常に劣悪な状態にあり、腐食した複数のパイプと、 無線装置一つが機能していたが配線不良のために無線通信可能な範囲は約2マイルしかなかった。しかし船の持つ強力な浮力のために沈没はほとんど不可能になっていた。調査員らは乗員が船に止まっていなかった理由について確証を得ることができず後年まで謎として残ることとなった。この十九フートの木造船は1 9 3一年に ロサンゼルスのウィルミントン・ボートワークスで建造された。発注主は映画監督のローランド・ウェストであり、彼の豪華ヨットとして建造された。ウェストは妻で女優のジュエル・カルメンのためにジョイタ、ジョイタと名付けた。この名前はスペイン語で小さな宝石を意味するジョイタに由来する。1936年にジョイタはミルトン・イー・ビーコンに売却され、登録された。 売却後、ジョイタはサンフランシスコで1939年から1940年に開催されたゴールデンゲート国際博覧会やメキシコまで南に何度も航行された。この期間においてはチェスター・ミルズが船長を務めていた。ジョイタの船体は多くのフレームに2インチ厚のシーダー材からなっていた。長さ69フィート0インチ、幅7フィート6インチ。 および喫水は7フィート6インチであった。純トン数は47トンで、総トン数は約70トンであった。ジョイタには 2500US ガリンズの水と 3000US ガリンズのディーゼル燃料とのタンクが備えられていた。船の総脱出,出1942年1941年10月、新珠湾攻撃の直前にジョイタは、アメリカ合衆国海軍に買収され、ハワイ州。 真珠湾に運ばれ、そこで、ヤードパトロールボート YP-108 として、偽装された。海軍は、第二次世界大戦終結まで、ハワイ島をパトロールするのに使用した。1943年に座礁し大きな損傷を受けたが、海軍は船舶を必要としていたために修理された。この時点で、新しい配管は、銅や真鍮ではなく、アエ引きの鉄で作られた。 1946年になると、ジョイタは海軍では過剰となったため、ほとんどの装備が撤去された。1948年に、ジョイタはルイス兄弟の会社に売られた。この時点で、コルクのライニングが冷蔵装備と共に船体に追加された。船には225馬力のグレーマリンモーター車のディーゼルエンジン2機と発電機用の追加のディーゼルエンジン2機が備えられた。その後、 1950年にウィリアム・タバレスが所有者になった。しかしながら、タバレスはこの船をほとんど使用せず、1952年にハワイ大学のキャサリン・ルオマラ博士に売却した。彼女は船を友人であるトーマス・ H ・ダスティ・ミラーという西サモアに住んでいるイギリス生まれの船員に貸し付けた。ミラーはこの船を貿易及び釣りを目的とした。 チャーターボートとして使用した。計画航路とジョイタ発見海域1955年10月3日午前5時頃、ジョイタはサモアのアピア港から約270マイル離れたトケラウ諸島に向かって出発した。もともとは前日の真昼に出発する予定であったが、エンジンのクラッチが故障したために出発が遅れた。最終的にジョイタは 稼働可能なエンジンが一気という状態でサモアを立った。ジョイタには乗員16人と乗客9人が乗船していたが、その中には政府職員1人、医師1人、コプラのバイヤー1人、子供2人を含んでいた。貨物は医療用品、木材からの45ガロンのドラム缶80本、様々な食料品で構成されていた。 航海は41から48時間程度かかると予想されていた。トケラーからはコプラを積んで戻る予定であった。ジョイタは10月5日にトケラウ諸島に到着する予定であった。しかし、ジョイタがトケラウに到着することはなく、10月6日にファカオ歩行から船が遅れていることが報告された。しかしながら、ジョイタの乗組員から遭難信号の地震報告した船、 または、陸上通信員はいなかった。捜索及び救助が開始され、10月6日から12日まで、ニュージーランド空軍のショートサンダーは、ほぼ10万平方マイルの可能性のある海域を捜索したが、ジョイタ、またはその乗員乗客の痕跡は見つからなかった。ジョイタが遭難してから5週間後の11月10日、スバからフナフティに向かう、途中の商船。 スバルの船長ジェラルド・ダグラスが、ジョイタが予定航路の600マイル超西のバヌアレブ北方を漂流しているのを目撃した。船は一部水没し、大きく傾き、乗客や乗組員の痕跡はなかった。傾きは大きく、デッキレールは海面スレスレになっていた。さらに積載されていたはずの4トンの貨物も失われていた。調査隊は、 ジョイタの無線装置が 2182kHz という国際海洋無線電話遭難通信に合わせられていることを発見している。ナンパセンサ源側から見る、また発見されたジョイタの状態から火器のような推測がなされた。ジョイタの複数のタンクにはまだ燃料があった。使用量からは船が放棄される前にトケラウの243マイル。 もしかしたら50マイル以内の場所で何かが発生したと推定された。しかし後日の漏水は、航海の2日目の夜、9時間の暗闇を前に、もしかしたら午後9時以降に始まっていたかもしれない。ジョイタはビルジとカカンパンが浸水した状態で見つかったが、船体は健全だった。スバの港に係留された時、調査員らは船に入ってくる水の音を確認した。 エンジンの冷却システムの減水回路にあるパイプ一つがガルバニック腐食により故障していてビルジに水が入っていることが判明した。乗組員が漏水について最初に知ったのは水がエンジンルームの床板より上に上がった時でその時までに漏水を突き止めることはほとんど不可能であったと推測された。またビルジポンプにはストレーナーが取り付けられておらず破片で詰まっていて これは水をポンプで排出することは非常に困難とされた。その後の調査で船の修理状態が悪いことが判明したが、乗員乗客の運命は調査で提出された証拠では説明できないと判断された。特に困惑した点は、ジョイタが運んだ3つの救命いかだが失われている点であった。しかし、乗員乗客が自発的に船を放棄したのであれば、矛盾はない。 しかし、ジョイタは、冷凍貨物を運ぶために装備された船蔵の裏を、つけている640立方フィートのコルクライニングがあり、事実上、不沈化されていた。さらに、空の燃料ドラムの貨物によって、さらなる浮力が提供され、沈没することは困難となっていた。調査団は、船舶が浸水しつつある理由のみ立証した。破損した。 冷却管のために船が浸水し始めていたであろうことが判明した。ビルジポンプはブロックされたため使用できなかった。ジョイタにはビルジに水密核壁または区画を書いていた。水は複数の低いデッキに徐々に浸水していったと推定される。船が水面下に沈み始めた時残り一つのエンジンは航行するにたる速度を維持することは 不可能であったと考えられる。ジョイタはその時、激しいうねりの中で両原から浸水し、発見された時のように大きく傾いたと考えられる。ジョイタは、通常の船であれば沈没してしまう程度まで浸水したものの、コルクで覆われた船体と燃料ドラムの積み荷のために浮いたままだった。調査団はまた、ミラー船長に事件に対する多くの責任があったと指摘した。 調査団は海洋に出港したことについて無謀だと指摘した。これは稼働可能だったのはたった一つのエンジンであり、この他にも多数の軽微な障害があり、機能している無線や適切に装備された救命ボートを備えないままに出港したことを理由としていた。彼はこの他にもジョイタの旅客営業ライセンス料を払っておらず、出効させており、海事法にも違反していた。 その一方で調査団は戦場で見つかった使用済みの医療機器については言及しなかった。ジョイタは南太平洋のメアリーセレスト号と呼ばれることもあり、いくつかの本やドキュメンタリーで取り上げられた。この中では合理的で常識的な内容のものから超自然的で超常現象的な内容となっているものもある。 ジョイタの乗員乗客の失踪に関する無数の仮説が提唱された。多くは事件の時に出回り、またいくつかのものは事件から時間を置いてから提唱された。ジョイタの船体自体は健全であり、その設計が船体をほぼ沈まないようにしたという事実を考えると、調査員らの主な関心は、もし単に機関室の浸水が原因で、 今回の事件が発生したとすると、なぜ乗客と乗組員が船に止まっていないのか、その理由を探ることであった。ミラー船長は、浮かんでいる船舶の能力を十分に知っていた、はずであり、一部の説ではミラーが何らかの理由で死亡したか無力になったと推測した。この船内の誰かが負傷したというものは、甲板で発見された血で汚れた包帯の存在を根拠としている。 ジョイタンが浸水を起こし、救命イカダを使用しようとした際、彼が戦場の他の人々をコントロールすることができず、彼らはパニックに陥ったかもしれない。しかしながら、この説では、船が放棄された際、生前と貨物を運び出した場合を除き、失われている貨物と装備を説明できないと考えられている。ミラーの友人、S.B. ブラウン船長は、 ミラーの構造に関する知識を考えれば、ミラーが決してジョイタを沈めることなく放棄することはないと確信していた。彼は、ミラーとアメリカ人の一等航海士、チャック・シンプソンとの間の緊張関係を知っていた。ブラウンは、ミラーとシンプソンが双方への憲法感を爆発させ、戦場で乱闘が発生した結果、両方の男性が船外に転落したか、 重傷を負ったのではないかと考えている。これにより、経験豊富な船員がいなくなり、船が浸水し始めた時に船上に残っている、人々がパニックに陥る理由が説明がつくとされる。フィジーのタイムスヘラルドは、火の打ちどころのない情報源から、ジョイタが航行中に日本の漁船団の中を通過し、日本漁船団が知られたくない事柄を目撃したという。 趣旨の引用をした。ロンドンのデイリー・テレグラフは、ある離島基地で軍事行動をとっている第二次世界大戦後も活動中の日本軍に失踪の責任があると仮定した。第二次世界大戦終結からそれほど時間が経過していなかったこの時期は、太平洋の一部にはまだ強い反日感情があったし、フィジーでは日本がフィジーの水域で、 漁船団を操業することを許可されていることに対して強い反感があった。この説はジョイタの片付けをしている人物がメイドインジャパンと刻印された複数のナイフを発見したため有力視されることとなった。しかしながらそれらのナイフに対する調査によりこの説への関与は否定的であることが判明した。調査によればそれらのナイフは古くて壊れていたことが判明した。 1940年代後半にジョイタが漁業に利用された時から残っていた可能性が高いともされた。また、冷戦下にあった当時、ジョイタの乗員乗客がソビエト連邦の潜水艦に誘拐されたという説も提唱された。またある人々は、現代の海賊が船を攻撃し、乗員乗客25人を殺し、失われている4トンの貨物を盗んだとする説を提唱している。 事件後、ミラーはジョイタでの事業が失敗続きで多額の借金を抱えていたことも明らかになった。しかしながら海水コックが開いていないのが分かり、船は高速運航しようとしてもほとんど不可能であったと仮定すると、たとえジョイタを取り巻く出来事を保険詐欺と見ても困難であったとされる。またミラーはサモアとトケラウとの間で定期運航のために チャーターされているジョイタに経済的に依存していた。この政府によるチャーターにより、ミラーの借金は短期間の間に完済することができたと試算されている。事件後のジョイタの所有者、イギリスのサッカーロビン・モームは、船の調査に何年も費やし、1962年に出版したザ・ジョイタミステリーで自身の調査結果を発表した。モームは、 破損した冷却パイプとポンプの故障からの浸水で事件が始まったことを肯定した。右舷のエンジンを覆っていると分かったマットレスは漏れを塞ぐため、または水位が上昇した時にエンジンのフライホイールによって跳ね上げられた水しぶきから電気配電盤を保護するように使用されたとされた。同時にジョイタは非常に激しいうにりとスコールに遭遇したと推定した。 ミラー船長は、ジョイタが不審で、また彼の借金を完済するために、目的地まで航行をし続けようとした。しかしながら、航海士のチャック・シンプソン、また場合によっては、他の乗組員も彼に引き返すことを要求した。これが暴動につながり、ミラーと乗員の乱闘の末、ミラーは重傷を負った。その時はもう、船はエンジン一機とビルジが浸水しつつあった上、 約40マイル毎時の嵐の中に入りつつあった。エンジン室の浸水により、最終的には、無限エンジンを故障したであろうし、船の電力もすべて止まった。船は航海士のチャック・シンプソンの管理下にあり、負傷したミラーのみならず、航海用機器、航海日誌、そして補給品、船を放棄する決定を下した。チャック・シンプソンが、 浸水しているが沈没するわけでもない船を放棄し、太平洋の海上で救命イカダを選択する可能性はまだ低いと考えられた。モームは彼らが近くの島、または章を目撃し、そこに到達しようとしたのではないかと推測した。そして、強風の吹き荒れる海の中でイカダから乗員乗客が投げ出されたのではないかと考えられた。 軽く作られた上部構造への損傷は、船が荒海を漂流している間に波によるものと推定された。1956年7月に、ジョイタは所有者から2425ポンドで、フィジーの島民であったデビッド・シンプソンに売却された。彼は船を修理、オーバーホールし、船はその年から航行可能な状態となった。しかし、 アメリカ合衆国からイギリスへの戦績変更を無許可で言ったことに対する法的紛争に巻き込まれた。1957年1月には、コロを海で乗客13人を乗せて座礁した。座礁後、ジョイタは修理され、1958年10月には、レブカとスバの間で商用定期便として運航を開始した。ジョイタは1959年11月、 レブカ近くのバツバルで、再びサンゴ礁に座礁した。船は満潮によって浮上したため、離礁することができた。しかし港に向かうが、裂け目から浸水が発生した。ポンプは始動したが、しかしこの時ポンプのバルブが間違った方向に取り付けられていたことが明らかになった。つまり、海水が船外に排水されず、船内へ水を取り入れてしまったのである。 最終的に船は、不運な船としての評判に加えて、旅重なる座礁による船体の損傷により、所有者らに見捨てられ、浜に打ち捨てられた。有用な装備を外され、事実上廃船の船体となった。この後、前述のロビン・モームに買収され、モームはザ・ジョイタ・ミステリーを書いた。彼は1966年に船体を、J キャスリンイコール・コットル少佐に売却した。 この少佐は、レブカで旅行広告会社を経営していた。少佐はそれを、博物館ケンティールームに変える計画を持っていたが、計画は日の目を見なかった。船体は徐々に崩壊し、1970年代後半までに完全に崩れ去ったと考えられる。1975年3月14日に、西サモア郵便当局が、ジョイタの謎を扱う切手5枚のセットを発売した。 2009年にはニュージーランド、オークランドの以前の東米の家の近くにあるアルフレッド・デニス・パーソンズ博士にちなんで歩道が命名された。2012年にサモアのアピアに、そしてトケラウの墓をホムラにこの出来事を記念して記念碑が2つ建てられた。2012年の時点で乗船していた者は全員行方不明と宣言されていた。薬剤師、 バート・ホッチー・キンソン、ニュージーランド・ノート、アルフレッド・ドニ・パーソンズ、デート・オブ・デス・レイ・サン、10、1955、グランテッド・オン・19、06、1961、ステート・レコーズ NS ・ NSW、NSW.gov, au、2014年10月30日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年3月13日閲覧。archive.org。 ありがとうございます。